そういえば、キーナさんさ、うん、いつも大地と風船と同じ会期で、あ、同じ？あの、やったじゃん。うん、で、今度もやる？今年やれますか？あ、やる、やる。あ、やる？うん、2階のね。うん、大地と風船もね、うん、一室だけあるんでしょ？いや、ちょっとカメラが入れたいよ。こっちね、ごめんね。こっちの。あれ知り合いが多いから。あ、そうそうそう、ね、丸亀うどんの向かい側、私も通りですか、今関屋にいるんですけど、お客さん、じゃ笠間さんどれくらい、検索してくれる人がおらんねかもんだよね、うん、みんなそれだけ、うん、Yeah.
いやいや、阪神タイガースだったからね。うん、うん、そうです。ね、ごめんね。まあ、ボケちゃって。一応やっとったじゃん。応援なしにしとかって言うし。応援。ここら辺買ってくれたって。じゃあ、2勝、2勝。そうですね。すみません、ちょっと。いやいや、頭の中で。ちょっと、どこで考察するかもな。一緒に野球やってんだもん。ねえねえねえ、野球やってるぞ。やったって結論使えへんやん。どうしようどうしようで場所から、うん、で場所を頼んでも死の場所は使えへんし、うん、リスさんだけやる、もうあのリスさんなんかね、まあ、連絡つかんもちろんあの漫画の会なんか今年も延期連休のやつもうすぐ目の前なんで来月延期です。5月、 5月のね、連休明けでやるつもりだったけど、もう中止。こっちもやらなかったの？もうね、もう来年に30周年とかやったけど、今年はもうやめちゃう。だから全然やってない、ここ。そうするとなんか楽しいかなって。だからこのシリーズをちょっとまあやろうかなと思って、ウィスさんに。アートでしょ。ねえ、何々シリーズってこう。そう、うん、あれは未来の富士山。未来の富士山で、まあ家もあのああいった形に何百年後になるかもしれない。100年後、200年後になるかもしれないってそういうイメージ。で、まあ雲もまあ変わってくる。そういう感じだね。綺麗な色だね。楽しくね、やりたいな。ちょっとなんかこのコロナとかね、いろんなあったりしてね、あの、まあ、暗くなりがちだけども、せめてこういうものがね、これやったら見たいよ。そういうふうに思ってやってる。もともとこういう作法なんですけどね。夢があって、そういうのが楽しいんじゃないかなと思うんですね。そうです、そうです。私の今これ展示会、個展ですね。私はずっとおがらきなんですけど、こっちでちょっと意味があって、展示させてもらうようになったんですよね。展示会絵があると楽しいじゃないですか。展示会絵があるとね、昔あんま考えるとね、見にくいけど、楽しく考えればいいか、考えて、楽しく見てればいいか。これはね、楽ではないんだよね。こういうの楽なの？楽なんですよ。こういうのがあるんだ。ああ、そうです。あちらの方の、ね、向こうの方の、ね、楽はね、僕は自分で作ってるんですよ。大きいやつ。一色、二色ぐらいしか混ぜる。一色でまあ大体使うのと、二色ぐらい混ぜるかもしれないんですけど、基本的に混ぜない。それで、このアクリル絵の具がね、120色ぐらいあるんですよ。なので、それをがメーカーがその塗料をちゃんと作って出してくれと思って、それを上手に使えば混ぜるでしょうね。それ綺麗でしょ。綺麗です。混ぜるといろいろちょっと色どんじゃん。なのでね、混ぜる方がいいかなと思ってね。2色ぐらいですね、まって。もともとね、あの、青空のイメージを作って、
こからやスタートっていうので、で、まあ、いわゆるこれ放送画なんですよ。で、まあ、青空からのもといろいろな、いろんなことが日常が展開されるので、それも大事なんですよ。いいんですよって言われてもね。こんな綺麗なブルーが出せたらいいなと思って。昔はね、このブルーっていうのは日本にいなかったよね。この関係のこの、こういうブルーは昔なくて、昔からあるブルーって音色のような。わかるでしょ、ああいうのも書かれて、うん、そうですね、明治、大正の頃、そういう、大正の頃に入ってるかもしれないけど、昔はなかったね、こういうの。日本にはなってないよ。本当に綺麗だな。いいな。この辺、こちらの、あの、ニューヨークのこうイメージ、ビル街のこうイメージで、これですか？